レッツゴー。よし来た、頼む。どうも皆さん、ワグニでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日もバックルームズ行きたいと思います。ゴー。今回も変わらず 0.7 狙い行きたいと思います。もう穴部屋突撃で 0.7 もしくは400、430どっちかで結果を出せるよう行きたいと思う。おっ、これだよ、これなのよ。戻されちゃうんだよね。あ、道に来たのか。ちょっと結構ワープしてない、これ。結構長距離でワープしてないか。今のワープめっちゃ遠いところまでワープさせられてんだけど。ああ、そうね、そうね。あ、来てる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 、間違いなく来てる。ああ、来てる来てる。ここか、さっきワープしたの。怖え。到着。どこで落ちても一緒だと思うんだけどね。レッツゴー。よし来た。ふう、頼むぞー、ダークロビー。今後最も来ることになるだろう場所。この間入ったダークオークのさ、部屋もさ、もしかしたらあれ暗くて見えないだけでチェスト隠れてんじゃねえ疑惑あるんだけど、どう思う？くっそ、何もない、死んだ、助かった。くっそ、何もねえ。北東に進んでいる状態。一番北までは来てて、あ、これ電気消えてるな。電気消え、エグジットに行ってみました。出たー、ボイドじゃー。グッバイ。次は柱の部屋から行ってみるか。南東へ行こう。あ、ここ前もスポーンしたとこだな。南東か。はい、ちょっと行ってみますか。なんか柱の部屋近いんじゃない。ここ、こう壁結構でかいね。ありそうじゃない。違うか。あ、なんすか。行って、ちょっと行けばよかった、クソ。あの、ちなみにあの入り口は、ハッシュタグかけルームズで見ました。入っている人もいたようです。ラッキー。 0.7。 さあ、ポジションをチェックしたいが、トリマーやはり北から攻めるのが。あ、あ、アラス、アラス、あ、こっちか。なるほど、了解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 。南東に行きたいよ。お、かなり南側に到着したかな。じゃあ東の方へ向かいまして。お前かよ。あそこにもあれ以上の何かがあるのかもしれないね。ノークリップとか。ここのボーデンに倒されるとかどう？で、まあ一応逃げよう。オーイエス。南東の方へ行きましょうか。やっぱ柱は見つけるの苦手だわ。ビタッと南東にないからなんでしょうね。そう、壁沿いでありゃそりゃ。0.7 なのか。やった、ラッキー 0.7 だ。また松なんだけど。ああ、はい、再び落下します。オーケーねー。あ、近い。来た。同じ部屋何回入るのも、何回も入るのもいいね。これありだね。え、嘘でしょ。あ、これ死んだか。さよなら。あ、また南にスポンしたかな、これ。ミナスポじゃない、これ。ミナスポ。あ、ミナスポじゃん、これ。あ、こんにちは、ご無沙汰でーす。ここに行きたいんだよ。ここに、皆さん、ここに行きたいから 0.7 行ってるんですよ。南下してる状態、つまり何だったかな、それこそ 0.7 の入り口だったかな、なんかにぶち当たった記憶が。あ、あった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 。あ、やっぱそうなんだ。端っこ歩き回るのもちょっとやめてん。この真ん中へ向かってみましょう。なるほどね。あそこもう一回入った方がいいか。行くね。逆走。
ずっとさっきから出てる 0.7 のね、ちょっと情報を調べたいと思います。任意のドアに入る、来る、ドアから来る音に耳を傾けてください。再起動、そこにレベルゾーン、あーリスタート、これ見たな。ホテル06というラベルのついたドアに入るとレベル432に移動。階段を見つけたら上がると屋根裏部屋に出ます。なんかいろいろあるみたいですね。 0.7 GO。 さあ 0.7 何回目これ今日。結構なヒントで来てるよ。みんなこうやって 0.7 を探索するんだけど、ここで、心折れてやめる人がね、ハッシュタグかけルームズでもね、参見されたので、結構やっぱり心折れる場所なんだろうなとは思いますが、個人的にはね結構楽しくなってきてます。ありました、ボイドじゃないところに出てくれると。うおお、頼む。ボイ、さあここはどこでしょうか。南川、北の端でしょうか。ちょっと近くの壁を探してみましょうか。あ、ここはかの道ではないか。こうなりゃ穴部屋の方が早いんじゃないの。本当あれだろうな、あの 0.7 見たくないがために配信見ないし絶対いるだろうな。怖いしうるせえし、それぐらい影響あると思うよ。はい、着いた着いた。こっちかな、穴部屋か。穴部屋だね。あれ穴部屋っすよねこれね。穴部屋だな。さあ再びじゃあ、Oh my god、 Let's go。 見たことのねえ入り口を探して、なんか感覚的にはもう全部見てんじゃねえのって気にはなってんだけども、おそらくまだ見つけられてない扉がねあることはこれ確定なので、やっぱりね丁寧に探さないとですね。ガガガ、うん、光ってる出口、これは違う。見つけたら反対方向へ行け。関係ないかな。来た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 、ダークオーク。うわ、めっちゃ湧く。ダメか、終わったー。ラストラストラスト。あの部屋には特に何もなさそうだったな。さあ行くよ、ラスト 0.7 頼む。 0.7 にはせめて 0.7 には出てくれ。どちらにしようか。おめえかよ、反対。レッツゲー、ピョン。うわ、マジか、あぶねえ。あぶねえ、ちょっと回復、ちょっと回復。もう一回ダークオーク入ろう。何もない。ここも何度も通ってる。こっち行ってみましょうか。縫うように、こう縫うように行ってみるか。うわあ、うわあ、なんか新しい動きだ。レベル120、ブロークンサーボス。なんかここ、ハッシュタグかけルームズで長くいると、なんか変なのが出てきてやべえよみたいなのがあったんで、一切触れないんだな。一切触れ、あ、登れる、登れるよ。見て回れるのね、コマンドをね。え、え、やば、ちょっと待って、ちょっと待って、怖これ、怖これ、あら、怖これ、怖これ、アスレチックやんけ。強制読み込み。ふふふ、おお、すげえ、なんかいる、やばい。くんな、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 お前。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる、やばい、やばい、やばい、これ、積んだか。殴れん。まだね、もうちょっと見たいんだよ。わかるでしょ。うわ、めっちゃ出てきてる、めっちゃ出てきてる、やっぱやっぱやっぱめっちゃ出てきてる。じゃあね、生存難易度はそこまで高くはない。出るには、そう、黒い廊下のドアを見つけてサーバールームの壁を突き抜けてレベル70に行き着くことができる。ウィキ調べてきたんですけど、どうなんだろうな。あ、リスタート。あ、すげえ出てきた、すげえ出てきた、すげえ出てきた。これ時間経つと増えるな。けどまあ、ゾンビのちょっと遅いタイプなんで、あ、これ永遠に増えてくるね。ここのサーバールームで亡くなった人みたいな感じらしいです今のが。ミスグリッチっつって、次また来た時壁抜けをチャレンジするのもありだな。ありがとう。よし、最後チャレンジするぞ。さあクリア目指そう。
ラストランジャー。ああ、これダメだな。うん、なんだよ。はい、レベルベア、はい、新しい子来たよ。レベル120、ブロークンサーボス。レベル0の照明作業から逃げて追加されたレベル本当にこのハイフワールドを、制御してた回路、旧式制御回路。制作を進めていくうちに今の形でダメだとリニューアルした前の残骸、隠しサウンドが3つほどあると。はい、そういうことだそうです。今回はね、サーバールーム行けました。ラッキー。